横浜スタジアムにて、桑原正幸は、大阪府泉市出身のプロ野球選手。宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。泉市立合奏中学校時代に、泉ボーイズで、一番、遊撃手としてプレー福知山整備高等学校への進学後は、一年春から三類種の、レギュラーに定着した。 しかし、夏の選手権京都大会の開幕前に、同級生の部員が、暴力事件を起こしたことが発覚し、事件に関与していなかった桑原を含めて一年生部員全員が、対外試合出場停止処分を受け、チームも京都大会の決勝で、龍国大附属平安高校に敗れた。一年次の秋に処分が解除されると、3番、遊撃手として、レギュラーに復帰し、 チームを近畿大会の準々決勝進出へ導いた。ところが、一年次の冬に他の部員の不祥事が発覚し、チームは翌夏の選手権大会を含む6ヶ月の対外試合禁止処分を受けた。二年次の秋に処分が解除されて首相へ就任し、チームは京都府大会の準決勝へ進出した。三年夏の選手権京都大会では、 準決勝で、龍谷大附属平安高校に敗れたが、桑原自身は、通算5試合で16打数6アンダ5打点という、好成績を残した。一学年先輩に、島本光也がいる。2011年の NPB ドラフト会議で、内野手として横浜ベイスターズから4巡目で指名。契約金3500万円。 年俸540万円という条件で入団した。入団当初の背番号は37。2012年は7月19日のフレッシュオールスターにイースタンリーグ選抜チームの8番中堅守として3打数に安打を記録。一軍公式戦でも10月1日の対中日ドラゴンズ戦7回表から2塁手として初出場し、 八回裏に迎えた初打席で、山井大輔から初安打を記録した。二軍では公式戦89試合へ出場し、リーグの規定打席へ到達。打率こそ、リーグ23位の、255であったが、チームトップの13盗塁、2本塁打、18打点を記録した。2013年には、主に二塁手や外野手として、 イースタンリーグ公式戦90試合に出場。前年に続いて、規定打席へ到達し、打率、274本塁打、27打点、9盗塁を記録した。一軍公式戦には5試合に出場したが、6打数ノーヒットでシーズンを終えた。2014年には、ポジション登録を、 外野手に変更すると、6月下旬から1、軍公式戦53試合に出場で、打率、257、1本塁打、13打点、4盗塁という成績を残した。特に対読売ジャイアンツ戦での活躍は目覚ましく、8月5日に延長12回裏、同月30日の9回裏にサヨナラ安打を打った、ほか、9月28日に1軍公式戦での、 初本塁打を沢村拓一からのソロ本塁打で記録した。2015年には巨人との開幕戦に2番中堅守としてスタメンに起用され1軍公式戦60試合の出場で打率184、1本塁打5打点1盗塁を記録。シーズン終盤からフェニックスリーグに参加したが10月21日の対 中日戦での打席で左手首に支給を受け、左手尺骨の茎状突起を骨折。その影響で、周期キャンプへの参加を見送った。2016年には、レギュラーシーズンの中盤から、中堅守として一軍公式戦のスタメンに起用される、機会が増加。当初は、左打者の音坂里氏と併用されていたが、6月20日の、対北海道日本ハムファイターズ戦以降は、 一番、中堅守として、レギュラーに定着した。シーズン中には二度にわたって、初回戦闘打者本塁打を記録。阪神甲子園球場で、阪神タイガースのランディ・メッセンジャーが投じた初級で二本目を、打った9月15日には、オリックス・バファローズの糸井し夫も、札幌ドームの対日本ハム戦で、初回戦闘打者本塁打を打ち、NPB 公式戦史上初となる、同じ日に、 複数の試合で初級先頭打者本塁打を記録した。レギュラーシーズンでは一軍公式戦1 3 3試合に出場し、セントラルリーグの規定打席へ初めて到達。自身初の2桁本塁打、リーグ14位の打率、284、42打点、19盗塁、チームトップの14支球を記録し、シーズン終了後には、 前年から3倍以上の年俸で契約を公開した。2017年7月21日2017年には、6月17日の対オリックス戦で一軍公式戦初の1試合に本塁打を記録し、7月にはセリーグ月間1位の打率、389及び出塁率、439、6本塁打、14打点、複数安打13回、 猛打賞5回を記録。同リーグ打者部門の月間 MVP にも初めて選ばれた。レギュラーシーズンの一軍公式戦、全143試合に一番中堅守として出場し、自己最多の13本塁打を記録するなど、チームの2年連続クライマックスシリーズ進出へ大きく貢献した。ポストシーズンでも CS8 試合と日本シリーズ6試合を通じて一番 中堅守として、スタメン出場した。しかし、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは、10月28日の第1戦、第1打席から31日の第3戦最終打席まで14打席の大ヒットと、振るわず、チームも3連敗を喫した。11月1日の第4戦、第1打席でシリーズ初安打を打ったが、シリーズの通算打率は、 154で13シニア2つのトールイザしを喫するなど制裁を書いた。日本シリーズの終了後にはセリーグの外野手としてゴールデングラブ賞に初めて選出。また東京ドームで開かれた第一回アジアプロ野球チャンピオンシップでは日本代表の中堅手として代表チームの優勝に貢献した。大会期間中の十一月十七日には 翌く2018年から DNA での背番号を1に変更することが球団から発表。大会終了後の契約交渉では推定年俸8500万円という条件で契約を公開した。2018年には前年に続いて1番中堅守として一軍公式戦の開幕を迎えたが打撃不振が続きこの年に入団した上里和樹が オープン戦から好調で、外野人の一角に定着。ヤクルトとの開幕カード第3戦から2番打者に、回ると、開幕5試合目の4月5日の大阪神戦ではおよそ2年ぶりに、スタメンから外れた。一行も、上里や梶谷と併用されたが、打撃が復調した7月からは、一番、中堅守のレギュラーに返り咲いた。同月二十日の大阪新戦では、一回裏の、 先頭打者本塁打を打つと、単打三塁打四球二塁打を記録し、全打席出塁と NPB 一軍公式戦史上67人目のサイクル安打を達成。しかし、8月以降は再び打撃不振に見舞われた。レギュラーシーズンでは、一軍公式戦127試合の出場で打率、261を記録。盗塁数は前年を上回ったものの、 三年連続の二桁本塁打達成に、あと一歩届かず、打点は前年から半減した。シーズンの終了後には、推定年俸8400万円という条件で、契約を公開した。2019年には、レギュラーシーズンの開幕から一軍に帯同したが、上里が、中堅、内野手登録の根二人外が右翼で、 スタメンに起用されることが多く、4月下旬に2軍へ、降格した。5月上旬に1軍へ復帰してからも、代打、代走、守備固めでの起用が中心で、スタメン起用の機会は、上里や外が、コンディション不良や休養などでスタメンを外れる場合に、限られた。同年は1軍公式戦62試合の出場に、終わり、打率。186.2本塁打、7打点。 に盗塁と軒並み前年を下回った。チームは、レギュラーシーズン2位で2年ぶりの CS 進出を、果たしたが、阪神との CS ファーストステージでは、全3試合に出場しながら1打席に立ったのみだった。シーズン終了後の契約交渉では、前年から1900万円減となる、推定年俸6500万円という条件で、契約を公開した。 2020年もキャンプは2軍スタートも練習試合から1軍に合流開幕も1軍で迎える主に代打で出場するが極度の打撃不振で9月上旬に2軍へ降格その後は2軍でシーズンを過ごしたシーズンオフには1600万円減の4900万円で契約を公開した2021年は4年ぶりに規定打席に到達し一時は 首位打者に立つなど好調をキープし最終的に打率310を記録9月14日の巨人戦で4年ぶりの2桁本塁打に到達し10月22日の中日戦では同年3本目で球団3位体となる通算10本目の先頭打者本塁打を放ち初級での先頭打者本塁打は通算4本目で球団最多タとなった最終的に 自己最多の14本塁打を記録した。パンチ力を秘めたバッティングと50メートル5秒8の、果敢な走塁、瞬速と、遠投100メートルの身体能力を活かした守備と3拍子、揃った、外野手。相性は、クワ人望が厚く、チームリーダーの素質があり、面識のない他球団の外国人選手をも笑わせて、しまうほどの明るさも変われている。 初のサヨナラヒットを放った時のお立ち台で、コマネチのポーズをしたり、ファン感謝際の若手選手が、それぞれのオシャレコーディネートをファンに披露する、オシャレ総選挙浜これというコーナーでは、小島よしおやとにかく明るい安村のモノマネをするなど、パフォーマンスでもファンを盛り上げている。しかし、入団時には自らを、地味なタイプの選手と考えていた。 DNA 入団後の2015年に骨折した左目鼻筋の近辺には骨折の直後までホクロがあった。しかし当時のチームメイトだった臨床班の勧めでシーズン終了後に気分転換を兼ねてホクロの切除手術を受けた。DNA 入団5年目の2016年に大きく飛躍した要因として精神面が安定したことを挙げている。桑原によれば 当時のチームメイトで高校の先輩でもある柳田職生のサポートによってそれまで激しかった甲不調の波が改善されたというありがとうございます。